日本名譜伝太閤夫人吉川英治ねねは16になった。妹の親やと二人して叔父叔母にあたる浅野家に養われてきた。二人とも養女なのである。世間は知らなかった。それほど浅野又右衛門夫婦の愛は世の親たちと変わりなかった。16というとねねも人知れず女の先を考え始めた。時代は早婚の風である。もう他から結婚の話がいろいろ持ち込まれるのであった。その数々の話の口で親たちの目に襟残されているのはもちろん皆尾張清須の小高中ではあるが、とりわけ藩の侍頭大学信盛の舎弟佐久間左京、信長の小将組前田犬千代、槍組衆の川尻与平、足軽三十人持ちおこびと組小頭木下藤吉郎などの四名が候補になっていた。おのおのに特徴もあり理由もあって、急ぐこともないからよう生涯を考えてとねねにも告げて宿題の余日を残し、親たちも先方へまだはっきり返事をしない程度になっていた。4人の候補者のうちで最も身分の高いのは佐久間左京であった。兄大学信盛は愛知郡山崎で出城とはいえ一家城の城持ちであり、左京も織田家では重要な地位を占め主君の大覚えも良かった。年齢は23歳とかいう。申し分はないが、何せこちらは弓野衆の長屋住まい、身分が違いすぎると又右衛門夫婦はその点で迷っていた。総じて尾張藩国の小藩に過ぎない織田家は君臣ともに質素で財力も乏しかったが、分けて浅野又右衛門は小禄な弓組の一家子でしかなかった。年頃の娘二人に人並みの教養もさせ、人知れぬ婿取りの支度もしておくだに、なかなか容易ではない家系だった。その点では、家庭へもよく遊びに来て気心も受けないし、先の人柄も素性も知れている前田犬千代は、ねねも嫌ではないらしい、と考えられて、親たち自身の心もだいぶ傾いていた。何を言えば犬千代は感情に強く、同僚などとも人情沙汰を起こして殿の歓喜を受けたりしたこともあった。そこをも宝珠のように思われる。また美女部なのでねねとの間に恋愛でもあるかのような噂もまかれた。年は24歳、ねねも望んでいるらしいし、ふさわしい婿とは思われるものの、まだ又右衛門夫婦の決心ははっきりせずにある。では川尻与平はというに。これなら剛健で武勇は槍組の随一と聞こえているし、戦国の士として引け目は取らないが、ただねねとはあまり年が違う。それに一度妻を持った人でもあるし、かわいそうではありませんか。と、又右衛門よりは妻の方が気の進まない顔色だった。ほとんど問題にしていないのは、
つい近頃小物からやっと士分になったばかりの男で、まめに足を運んでくる木下藤吉郎という男だった。かなわぬよ、あの男に捕まると。又右衛門も並行している。こちらでは問題としなくても、先は熱心を覚まさないのである。物を届けてくる。些細なようでもすぐ来る。なくてもやってくる。来れば話し込む。その末には、どうでしょう、決してねね殿を不幸にはいたしませんが、それだけは誓えますなどと、話は婿殿直接なのである。その賢明さについにべのないことも言えず、まあ考えてとか、ねねの胸も聞いた上でとか言ってきたのが悪くもあった。近頃では又右衛門も持て余していたと言って、応じる気には毛頭なれないのだ。どう眺めてもこの男の将来では、まあ百貫の六でも取られたら関の山、生涯妻に不幸な目は見せぬなどと言いよるが疑わしいと考えられるからだった。又右衛門の評価はまだまだ良い方なのである。世間では彼が低い小物勤めをしていた頃の呼び習わしのまま、いまだに猿猿と呼んで藤吉郎とは言わぬ者の方が多い。家筋も中村の百姓だとしか聞かないし、現在も士分のうちでは一番下の軽輩だし、顔は猿に似ているし、風采と言ったら誠に上がらない小柄な方だ。取り柄と言ったらただ、面白いお人や、と、台所の家妃どもやしもべなどから自分たちの仲間のように思われて人気のあることだけだった。だからねねや妹の親やまでが、彼の姿を門に見れば、お父様、また木下様がお越しですよ、と、わけもなくおかしがるのが先で、目の内にも入れていなかった。永禄四年の六月、桶狭間の合戦の明くる年、津島祭りのある頃だった。やぶかの多い弓の衆の組長屋で、一組の婿取り祝言があった。婿殿は当年26歳の木下藤吉郎で、むしろねねの方から望んでにわかに挙げられた婚儀と聞いて、へえ、猿があのねね殿と。と、世間にはいくつも呆れ顔ができた。世間の驚いたのも無理もない。親の又右衛門夫婦ですら、その晩婚儀の席に並んだ者の話を聞けば、何やら力落としの体で浮きもせず、世間に肩身の狭いような顔してござった。という。なお、当夜の模様はと問いただせば、板やびさしの弓長屋にひっそり演者どもが寄り、すがきわらを床に敷いて、薄暗い短径の明かりが三つ四つ、婿殿と花嫁が中ほどに座って、形ばかりの杯ごとをしたまでのこと。と、如実に語って、花嫁の気は知れぬが、ただ差しうつむき、婿の猿殿はケロリとしたものよ、ということだった。聞く者はもう一度唖然とした。足軽三十人持ちの小頭といっては、まだその足軽より少し足しなくらいの生活でしかない。清須の侍工事の裏に、若い夫婦は初めてささやかな家と鍋釜を持った。織田家はその頃、
隣国の美濃の斎藤方へしきりと攻略を図っていた。夫は絶えず家にいなかった。時には木曽川の国境へ遠征し、たまたま帰ってきても城内の寝泊まりが多いし、まだ二十歳にもならない新妻は常に陰膳ばかり備えて一人で食べ、一人で縫い、一人で家事を見ていた。けれどその夫がまれに家に会って、ねえねえ、ねえねえと、朝から晩まで快活な声でくつろいでいると、彼女は百日の雲、一年の留守も物の数ではない。真から今の生活が楽しまれた。侍の妻とは不憫なものだ。だがこうして殿からお暇を許されて家にある一日だけは気ままも言うがよい。俺の体はそなたのものだ。そなたの体はまた俺のものだし。どこまで明るい人である。ねねは持った夫をいつも改めてそう見直した。そして自分の求めた結婚に食いるような気持ちは一瞬でも起こらなかった。ある時ふと、ねねえ、そなたはわしを知った最初はわしが嫌いだったろう。そんなことを夫は尋ね出した。正直にねねは微笑んでうなずいた。ええ。それがどうしてにわかにわしと生涯を暮らす気になったのか。それはこうです。いつかあなた様が中村のお母様のところへあげるお手紙を何かの品と一緒にお忘れになっていったでしょう。実は妹が私にそれを見せたので、あの中のご高心なお文に心を動かされたのです。そればかりではありませんが、それからよそながらあなたのお勤めぶりやお話の端々にも心を惹かれるようになったのでございました。言い終わってねねは顔を赤くした。すると夫は、そうか、やはりそうか。実申せば、あの文はそなたの心を動かすため、わざと置き忘れていったのだ。そなたはわしの兵法でまんまと虜になったんだよ。手を打たないばかり、嬉しがって笑うのだった。けれどねねは少しも興ざめな心地はしなかった。なぜなら夫の高心は決して嘘ではないからである。中村の田舎にいる母親に対する藤吉郎の高心は、離れてこそいるが、恋妻の自分にしてくれる以上であった。戦場からよこす頼りにも、母のことを書いていないことはないほどだし、家に戻っても、ここにはいない母親の噂をしない日はなかった。神信心、仏信心もだが、わしの胸にはどこにいても母がいるからな。母を思い出すと悪いことはすまいと思う。良いことはしようと思う。そして良い子をもって幸せだと母に喜んでもらいたいと思う。常々藤吉郎はそう言った。また、わしの願いは中村中で一番の不幸せ者じゃった母を日本一の幸せ者にさせておあげ申したいことだ。と言いかけて、あとはねねの顔を見て笑った。そして何を言うかと思えば、そしてともどもこの女房もだ。と、彼女の美しい花を指でついた。
猿、猿、猿の妻。ソーテからもイクトセカは辛い声を時折聞いた。世間の軽蔑は去らなかった。自分が言われるよりも夫の言われた場合にネネは腹が立った。けれど夫は意にかける風もない。笑うのみである。いつか彼女も夫に訓練されて笑っていられるようになった。が、しかし、それも夫がスノマタの築城を成し遂げて、一躍五百貫の恩地と一条の首相という地位とを勝ち取ると、世間は今更のように、恐るべき男、と、藤吉郎を見直してきた。ネネは密かに自分を誇った。よくぞ生涯の人を選んで謝らなかったと。未婚の頃の帰路を顧みて思うことが多かった。ただ、夫の立身とともに彼女には別な困難が加わってきた。それは夫の累進に自分の教養が劣らない妻として行くことがともすれば追いつけなくなりそうな点であった。家臣は多くなる。一族は周りに持つ。経済は膨大になってゆく。勲功への心配りから死者の往来といったような社交。夫の身の回りもまるで違ってきた。その繁忙の間にでも、よよの暇を盗んでは収容を加えてゆかなければ、以前の一藤吉郎ではない。羽柴筑前の神秀吉の妻として、嫌でも取り残されてしまいそうだった。夫の事業と栄心とは、そのために、どんなに愛している妻でも、妻のために待っているわけはないからである。結婚してから、いつか11年は経っていた。主君の信長が尾張半国から起こって今川を討ち、美濃を計略し、居城も清須から小牧山へ、それからまた岐阜城へと移って美濃120万石を治めるようになると、秀吉もそれまでの功によって、近江長浜の城主20万石という大臣になっていた。ねねえ。そなたは女子に珍しいものじゃ。偉いものと、秀吉も今にして思う。おたわむれ遊ばしませ。いや、まことだ。足軽に毛の生えたくらいな身分であったあの頃のわしを、夫に選んだ目は、乙女頃の女子として偉いと言わねばなるまいな。その昔、わしがまだ18歳の頃、張り売りなどして諸国をさまよい歩いていた関区の頃だ。庄内川の河原で、信長公の御馬前へ掛布したところ、そのまま召し連れて草履取りにお使い下されたご主君のお目もだが、そなたはご主君に次いで、この秀吉の人間を見通した偉い女子じゃ。褒めて使わす。そうお褒めいただくと、ネネは汗が流れます。なぜか。こんなにまであなたがご立身なさろうとは、ネネも思っておりませんでしたから。それはそうかもしれぬ。この秀吉も思っておらなかったからな。ではあなたは、ご自身どれくらいまでご出世遊ばそうと考えておいでになりましたか？いや、わしはな、そう上を望んだことはない。草履取りをしておるときにはご主君のお草履をつかむ仕事を精一杯に務め、士分になれば士分の仕事を精一杯に、一条の主となれば一条の主を精一杯やりおるだけじゃ。だから今も、今を精一杯にやっておるにとどまる。
秀吉夫婦のこういった風な話は、地震の前でも奥女中たちの居並んでいるところでも声を潜めるなどということはなく、至極開けっぱなしに交わされるのであった。以前の貧乏話など分けて少しも隠しててらう風はなかった。秀吉が宿坊であった故郷の母も長浜の城に迎えた。姉も弟たちもねねの一族たちも皆彼をめぐって門戸の栄えに恵まれた。わしに仕える心を母に尽くしてくれ。母が喜べばわしは自分に尽くされたより嬉しい。ありがたい。秀吉がねねへ言う。口癖であった。母はもう50であった。全く田舎の一女である。家宝に過ぎると常にもったいながるばかりであった。その母は誰よりもねねが気に入っていた。夜の途に母を中心に取り巻いて、お母様お聞きください。我が妻が私をめとるときにはお母様へのお手紙をわざと忘れ落としたふりして私の心を動かしたのでございますよ。いわば親孝行をおとりに遊ばして乙女心を騙したのでございます。などと思い出話を戯れに告げると、まあ悪い子じゃなあ。と母はおかしがって、また中村時代の手に負えなかった秀吉の日吉といった自分のいたずらぶりだの、奉公先からお尻ばかり持ち込まれたことだの、食べるに物もなかった貧苦の中に泣かされたことだの、ねねに話して聞かせるのだった。どうしてまだまだこの子には小さい折の面影がたんとある。そなたも上手にたぶらかされぬがよい。母がねねに味方して言うと、秀吉は大いに恐れをなして、いけませんな。せっかく秀吉が良い女房に仕立てておるのに、母上がそうお壊しなされては。と、慌てて次の言葉を抑える真似した。近従たちも笑えば腰元たちも笑いこけるほどであった。そして周囲は主人の物質的な栄華よりも、そのむつまじさに心から羨ましさを覚えるのだった。誰も漏らしたことはない。どんなことでも隠さない母へもである。ねねは一人で悩むことがあった。それは秀吉の浮気であった。自分のほかに愛する女性のできたことである。貧しい細長屋で暮らしていた時の方が、と今の栄誉をむしろ厭う気さえこの頃は起こった。いたずらに清須時代のささやかな二人暮らしの時ばかり振り返られて、夫の内助にふと心の緩む日もあった。その夫に代わって岐阜城の主君のもとへ使いを命じられた。長浜の絹、琵琶湖の鮮魚など心を込めた土産の数々を二田組の武士に運ばせ、彼女は華麗な奥方用の塗りかごに多くの腰元や侍を従えて岐阜に赴いた。主君に会って使いを果たしてからである。信長は砕けて、どうだな秀吉は、相変わらず元気に毎日を面白く暮らしているだろうな、などといろいろ家庭の内事まで聞かれたので、ねねも女心につい、何事も夫のなさることには不服を申しませぬが、どうか
あまり夜の局へしげしげお通い遊ばすことはないように、どうぞお上からおっしゃっていただきとう存じまする、と表には笑って頼んだ。信長も苦笑しながら、よしよし、わしからもよく言ってやる。その方にかけては癖のよくない男だからの、と慰め返した。すると日を置いてから、主君の信長からねねえ宛てて書面が届いた。いつぞやの土産物の数々の実に見事であったことなど、喜びをしたためた後で、仰せのごとく今度この地へ初めて越し、玄山に入り執着に候。底元の見目形まで、いつぞや見参らせ候折伏よりは、10のもの20ほども土産申し候。藤吉郎、連々と不足の旨申すのよし、言語道断。癖ごとに候が、いずれを愛尋ね候とも、また再びは求めがたき妻にもあれば、そこもとにも重々しく臨機などに立ち入りてはしかるべからず。ただし、女の役に候間、分別にて程ようあるはあしかるまじ。などと婉曲にではあるが、ねねの悩みに戒めを与えていた。ねねはそれを見て後では、なぜご主君などへ、と深く悔いた。そして今更のように女心の不覚を知った。意志の強いつもりでいる自分にも脆い一面を気づいて、自分を恐ろしいと思った。その心をもってその日から彼女は改めて夫に貸し付いた。夫の愛は以前より勝っても変わってはいなかった。愛を疑うとき、愛はすぐ黒い雲に変わるもの、とねねは密かに夫に詫びた。それから間もなく、秀吉は軍を引いて中国へ出征した。長い留守が続いた。何年も何年も。そのうちに、天正10年5月、上洛中の主君信長が、藩臣光秀のために本能寺で撃たれた。変が伝わるとともに、秀吉の留守城長浜は、明智光秀に加担の安倍淡路の神の軍勢に攻め寄せられた。ねねは静かに、留守の一族や侍たちへしんがりの指図をした上、腰元たちの手も借りず、自分の背に母をおぶってしっかと言いつけ、片手に薙刀を携えて、東浅井郡の山奥、大吉寺へ登った。母を寺内に隠して、夜も昼も彼女は門前に立って固めた。腰元たちを入れても50人に足らない手勢であったから、もし敵がこれへ来たら切り死にの覚悟であった。だがそうしてもなお、留守の夫に詫びきれない心地のものは、母の身に万一のことでもあったらということであった。夫の孝心を思うと、逃げ切れるだけ逃げ延びたいし、武門の妻であることを思うと、秀吉の妻として笑われぬよう、と、悲壮な切り死にへ気は流行った。わずか10日余りだった。秀吉は変を知ると、中国高松城の水攻めを毛利家との和睦に中止して、疾風のごとく陣を返し、山崎の一戦に光秀を葬り去った。
長浜城は奪回した。秀吉は大吉寺の山へ登ってきた。真っ先に母の姿を求めて、おおと呼ぶ母を見ると、お母さん、子供みたいにすがった。それから、ねえねえ、ねえねえと呼び立て、よくいたした、よくいたした。それでこそ秀吉の。妻と手を取り合って泣いているのである。ねねは物も言えない。ただ、体中の震えるような喜びに包まれていた。人間と生まれなければ、人妻となってみなければ、また、こういう難儀をも突き抜けてみなければ、この喜びを命に味わうことはできなかったろう。そう落ち着いた後では思ったことであった。二人の間の愛も、20歳代の頃、30の頃、また40をも超えた今、と帰り見てくると、愛そのものの動かぬ層にも、自然その深度と意義には、年とともに変化があった。お互いに培ってきた努力がようやく、本当の夫婦愛の実となって、今結ばれているのが分かった。何かしら、その頃から後の彼女の胸には、ゆったりと大きな安心が座っていた。春の海のようにそれは広い。秀吉の側室に裏若い淀君とかいう美女が貸し付くようになって、啓蒙をめぐる奥遣いの者たちからいろいろな日が事が聞こえてきても、その広やかな彼女の胸にさざ波も立てることはできなかった。時に怒涛は立つかもしれない。いくつになっても女性の血は女性の血であるから。けれど、彼女のそばに常にいる召使いも、時折に思考する家臣も諸侯も、彼女に会えば、いつも花の木陰に行こうような平和を覚えた。春の海に向かうような広さを覚えた。塵ほどな景色でも、淀君に対して動く色を見た試しはなかった。すでに秀吉は大公と言われ、その母は大政所と敬われ、そしてねねは北の政所と称されていた。言うまでもなく、大阪城にあって天下をすべている秀吉であった。その秀吉の不足と彼女のたった一つの寂しさは、ついにまだ二人の中にこのなかったことである。淀君には子が生まれた。鶴松君と言ったが、赤子のうちに創生した。次に広い君を産んだ。後の秀頼である。北の政所もあるかなしかのように、淀君の勢力は自然大阪城に大きなものとなった。こんなこともあった。さっさ成政が北国筋の地侍へ頼んで白山の黒百合を取り寄せて、北の政所へ献上した。珍しい高山植物の花だった。黒いばかり小紫の百合である。北の政所は、一人で慰むのも花にもったいない心地がする。と、茶会を思い立って、
利休の娘でもず屋の妻となっていたお銀を召し寄せて趣向を相談した。何かの打ち合わせを済ましてお銀が西の丸から下がってくると、淀君好きの坪根が待っていて、そっと淀君様からのお尋ねじゃが、そなた何の御用で西の丸へは伺ったかと廊下の端で聞かれた。お銀はありのままに、珍しい黒百合がお手に入りましたのでと茶会の趣向を話した。茶の日には淀君も呼ばれていた。人々は皆珍しがったが、淀君は黒百合のことをよくわきまえていたので、お知識でいらっしゃいますことと人々は感心して聞き入った。それから数日経つと、今度は淀君の方の催しで花摘みの会の招きがあった。殿中の廊下にはたくさんの花桶が並べてあって、おのおのが心任せに好みの花を摘んでいけたり、家ずとにいただいて帰った。ところが、いつぞやの黒百合と同じ花が、他の雑な花と一緒に一つの花桶に突っ込んであったので、人々は、まあ、なんとして、と目を見張った。その皆の目は、折り伏し着合わせた北の間所の表をお気の毒で見るに耐えないというようにそらし合っていたが、北の間所は花桶に目を留めると、おお、たくさんにあると微笑んだだけだったので、その和やかな表を眺めた人々は、今日の花のどの花よりも美しいと密かに思った。大公の母、大満所は、80歳を一後として呪落で亡くなった。皇居の知らせを大公は名古屋の陣で知ったのである。彼は生涯の大事業としている朝鮮駅の出征にかかっていた。軍事を置いて大阪へ帰った。が、臨終には間に合わなかったのである。もう老齢な子は母に取りすがって人前もなく嘆いた。日本を統一し、海外にまで余力を伸ばして大陸経営まで豊富している大器用な大公が、ねえねえ、ねえねえ、もう何を張り合いに、と泣いたということである。ねねは大満所の病中、帯も解かないほどだった。彼女も急に老いていた。お察しいたしまする。けれど、あなた様にはまだ大きなご使命がございましょう。ねねは何をあてにこの先の日を。高野山に誓願寺を建て、諸国に供養状を起こして亡き母の冥福を祈っても、秀吉の心はなお癒えなかった。朝鮮の陣の半ば、大公もまた、63を一後に薨去した。ねえねえ、別れにはたった一言、そう言ってニコッと顔を見合わせたのみであった。北の満所は大阪城を退いて、京都の高台寺の峰に一寺を建てて一人清らかに住んでいた。いやほど近い阿弥陀峰の土に眠る大公を、朝夕に訪れるのを楽しみとして。淀君の生活は彼女とは反対に、
それからにわかな乱熟を迎えた花のように咲けるだけ狂い咲きに咲いて、そして元那元年の夏の陣に大阪落城の炎に散った。この秀頼も一族も彼女をめぐる無数の男女の召使いまでも、また太后の残したあらゆるものも、愛情までもその焦土へ投げ込んでしまった。真っ赤な天は二晩も三晩も京の高台寺の峰からもよく見えたほどだった。そこも阿弥陀ヶ峰もさっさつと冷たい松風のみであった。家康もそこへは兵をあげなかった。むしろ敵の家康まで彼女の才徳と貞操を感じて辞令を寄進したり、何かと生涯の面倒を見るように諸子大の板倉勝茂へ言いつけたほどであった。寛永元年の9月、彼女は安らかに世を終わった。67歳まで、死ぬるまで、彼女は太后の愛に抱かれていた。